お声、ボテボテのゴロで二遊間をぶっ倒す。ラッキーな逆転タイムリー、わら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 。ゴロゴロで草。ボテ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 。ゴールも内野もコロコロで草。三死満塁で打ち損じるお声、なぜか通り抜けて逆転。抜けたわらわらわら。ゴロゴロで草。やったぜ。なんじゃそりゃ。ゴロンゴロン。お声やるやん。奇跡や。なんか面白いこと起きてるやん。なんだそれ。絵面が面白すぎる。ここしか抜けないってところに転がったな。二遊間ぶっ倒したわらわら。遅すぎて取れないのは草。ボールも二遊間もコロコロで草。小園何やってんだ。最後跳ねずにアンツーカーで転がったな。アンツーカーの角に当たって球が沈んでる。ジャンツーカー。ドライブかかったゴルフの球みたいに横転がってわらわらわら。言うて取れてても内野安打ちゃうの。微妙なラインか。飛ばないから転がして間抜くのが正解なんだよ。あとはドン、つまりポテンヒットな。まあお声の能力だと確かにそんな感じだな。小園の動き出しが遅すぎる、だからこんなボテボロでギリギリのプレーになってるんでしょう。ショートセカンドが取ってくれるやろな。セカンドショートが取ってくれるやろな。いつも広島がやってるバッティングやん。小園何してんねんと思ったら突然バウンド消えて転がってて、あれ無理だわ。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。